い、どうもこんにちは、僕です。よろじぐお願いじまじゅう、こんばんは。お疲れ様でした。なんというか疲れましたね。私はもう疲れました。ありがとうございます。こんにちは。あー、どうも。お前ら今日も集まりが早いね。今朝までお疲れ様でした。本当にな、起きた時何時か全然わからんだ。1時半とかやったかな、起きた時。よくわからんやけどって。ただ2時ぐらい、2時半やったっけ、覚えてねえけどさ、起きたら、ほんで、あれ、俺今何時かがわからんみたいな感じで、本当に朝までやってたんだよな、キャサリンを。クソ疲れたわ。キャサリン面白かったけどさ、想像していた100倍ホラーゲームで、想像してた10倍パズルゲームやった。なんかせやねん、そこだ。もう怖くてさ、途中から6時間やったあたりからさ、ちょっと意識あやふやになってるもん。本当にヘロヘロやった。ガチギレおいちゃん怖かったよ。僕キレてないよ。フリーゲーより桃鉄やろうよ。あ、もうよくわかったな。俺今日フリーゲームやろうと思ってたん。なんなん、気持ちが通じ合ってんの。なんかそんなこんなでやっぱりちょっと文字読むゲームやりてえなと思って。あ、タイトルに書いてあんのか。何今日のタイトル。フリーゲームおじさんや。せや。なんでお前分かったんって。俺フリーゲームの準備した。あ、そうか、タイトルにしたんや。あ、なるほどな。そういうこと。アホなんや、俺。文字読むゲームしかできないもんねって。誰でもできると思いきやね。文字読むのもやっぱ読み方っていうのがあんのよね。寿司なんて誰が握っても同じ味やろって思うかもしれんけど、意外とやっぱりね、この、何仕込み包丁とかね、そういうテクニックとかあんのよな。ノベルゲームもそうな。はあはあ、ノベルゲーやってくれ。でもノベルかどうかは分からんけどね。この前さ、3つぐらいフリーゲームストックしとったでさ、あ、なんかちょっと適当に今から詰め込んでやろうかなって。へえ、ノベルの大江戸だからね。高級な寿司はすぐ口の中で溶けて味が分からん。それが味やん、口の中で溶けんのが。本当にもう寿司の話するたんびにさ、東京で食った寿司思い出すね。東京で寿司食うとさ、美味しいって感じるから。そやねんな。回転寿司、この先々週やったか言ったんやけどさ、東京の寿司食いたいなって確かになんねん。エールつけてよ、貢ぎたいよ。あ、変わった体質やね。あの、銀行口座書いてくれ、そこにお願いします。染まったね。東京の魚うまいのって、まあ、一番最初になんかあの市場かなんかで、あの魚を買って東京に運ばれるから、やっぱ東京の魚は美味しいみたい。はあ、札幌の寿司うまいよ。北海道まで行く元気がないもん。まあ東京もねえんやけどさ。三重の海鮮も美味しいはずなんやけどね。もう回転寿司しか行かんからよ、わかんねえんだ。三重から出て行けよ、売国道。なんで？三重って売国しやすいし。何やるの何やるの、ワクワクしてきたね。三重って回転寿司あんの？大体回ってるよ。界隈のゲーム実況者でノベルゲーをそつなくこなせるのは、おえちゃんとレトルトってぐらい評判だよ。肩並べてる感じか。まあそこで手打とか。その界隈知らない。まずノベルゲー界隈ってなんや。聞いたことね、そんなジャンル。レトさんにソイカのやらせよ。そやな、絶対俺のがうまいと思う、ソイカの実況に関しては。今までソイカの実況してる中で俺絶対ダントツでうまいと思うもん。考えられるか、途中であのコントロールキーを押しながらさ、こいつら喋んの早終われてやんの。ちょいちょいクソノベルで俺やってしまって申し訳ないけど、あ、コントロールキーを押して飛ばしていくねん、会話。視聴者が困るよ。だからコントロールキーを押して会話スキップしても何の影響もないんやって、ストーリーに。びっくりするやろ、話飛ばしても全然大丈夫っていう。そういうのあるからな。はよハラメやからが何も変わってない。あのアダルトゲームの話な、 FC2 アダルトでやった。おいちゃん、ビクソゲーの方が向いてるよね。ビクソゲー
ちょっとクソぐらいのゲーム、なんかツッコミどころがあるゲームっていいの？やっぱ人間もそうなん。なんかクソやなってやつもいっぱいおるけどさ、こいつのクソさ面白いなみたいな、お前らもそういう人間になりなさい。どっちにどう転んでもお前らクソなんやで。そうそう、ちょっと味のあるクソさの人間な。クソすぎんのはあかんけど。はぁはぁってっていうかよ、俺さ、起きて一番最初に何したかっていうと、昨日キャサリンっていうゲームの実況プレイしたんですよ。2023年1月22日に。それでですね、難易度で検索したわ。キャサリン難易度で改めてなんかさ、難しいみたいな話はさ、視聴者から連絡来てたんやけどさ、あれやっぱ難しいらしいよ、本当に。めちゃめちゃ難しくって、なんかもうクレーム入りまくったらしいもん、難易度が高すぎて。それをさ、なバカなのとかめちゃめちゃ言われとってさ、めちゃめちゃ考えとるけど、めっちゃ難しいってなってさ。いや、イージーも結局理不尽さの、パズルを攻略するのは一緒やからっていうのでさ、戻れるだけで、あれ戻りやんだらマジでクセやもんな。じゃあノーマルはあれで、あの行って戻るって機能がないのよ。イージーはあるの。あれないの本当にクセやんな、なかったらやばいで。イージーには見えなかったよって。はあ、でもあんな発狂はしないよって。いや、追い詰められたらするよ、人は。なんかあれやろ、しかもパッチが当てられとってさ、これキャサリンの話で申し訳ないけど、二段ジャンプみたいなさ、アイテムがあってやんか。あれが、パッチを当てられると三段飛ばせるようになってるらしい。難しすぎるから。デフォルトで三段飛ばしてくれるらしいよ、マスを。そういうパッチが出るぐらい難しいんや、あのゲーム。パッチって何？スチーム版かなんかで、そうやってパズルを解きやすくするために段差を1段しか登れやんのを3段登れるようにすんの。沼用パッチだねって。はあ、修正みたいなもんだねって。日本だとスチームで買えない。あ、そうなんだ、キャサリン。へえ。キャサリンは確かにむずいけど、おいちゃん沼ってたよ。でもそれはちょっとアーカイブ見ながら、でも難しかったです。あんまり 3D 得意じゃないんやな、俺。 2D のゲームやらへん。昨日のチャット欄怖かった。嘘。怖いっていうか、めっちゃ叩かれてたよな、ほんとに。絶対さ、エアプどもができあんのに言ってるよなって。で、腹立って、うるさいんやわって、もういい、お前ら殺して俺も死ぬって言ってた。狂ってた。世界観おかしいもん。生配信の世界じゃなかった、あれ。もうキャサリンみたいになってないよな。キレてたねーで言うけど、机叩きすぎて今日右側の体めっちゃ痛い。今も痛い。もう動くたんびに体痛くてしゃあねえ。大変やで、本当におじさん。おいちゃん包丁振り回してきそうで。あのゲームみんな包丁振り回そうとするしな。さてと、それはさておきですね。今日は皆さん、ちょっと溜まってたゲーム、まあクソゲーになるんじゃないかなとは思われるんですけど、フリーなんでね、当たりかどうかは分かりませんが、ゲームやっていきませんか。ノベルゲームです。そう、まず1本目はこいつだ。じゃ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 ん、じゃじゃん。まず本日お届けする1本目のゲーム、それはこちら、じゃじゃん。告白タイムリーパー、やっていけたらと思います。どんなゲームなんでしょうね。これ BGM ないんですか。あれ、これ BGM ない。あれ、これ俺がバグってるだけ。ちょっと待って。あ、ちょっと、待ってな、なんかおかしい。BGM がない。フォントからしてやばそうだよ。でもゲーム実況 OK なんて、あ、ちなみに R15 指定です。BGM ないんかな、これ。え、ちょっと待ってな。え、これ、ないの ?BGM。あれ?あ、ひょっとして、俺のパソコンの問題か?え、違う、これ BGM ないんかな。え、なんで BGM ないのこれ。あ、これないの BGM。
クソゲーに BGM はいらないよ。え、ちょっと待って、 BGM ないなんてそんなことありえるか。他のゲームで試してもええ、そんなことあるか。フリーゲームだよ、 BGM ないって。あ、もう一個立て、あ、ごめん、俺のパソコンの問題っぽい。おめーん、なんで BGM ねえんだろう。ちょっと待ってな。どう、聞こえる？サウンドの設定、あれ？俺なんか音出なくなっちゃった。え、聞こえる？聞こえない。あれ、ちょっとごめん、フリーゲームやろうと思ったけど音出ない。なんでや。あ、あ、あれ、音が出ねえ。なんでな。な、何した？おめえ元気だなって。一回参拝する。多分出ない、これ見て。え、やだなこれ。ここのさ、普通音量ここでさ、メーターが出んのにさ、一切でやんねやけど。トリキャプチャでパソコンの設定の方も合ってんのに音が出なくなっちゃった。あれ、俺枠取る前まで音出てたぞ。ミミズしようよで、出力見た見た。見ろよ、出力、音声、これじゃねえな。こっちも問題ないし。アイマスはやらないんですか？ちょっと今予定ないです。ほら、サウンドの設定もちゃんとデバイス合ってんねん。なんで音出ねえんだ？誰かが俺のパソコンになんかしたな。難しい字がいっぱいだ。まあ設定は間違ってねえってこと。じゃあ雑談にしよっかな。糖質だね。昨日殴りまくってたやつがいる？ってだって音出ないの嫌じゃん。なんで音出ねえのこれ。別のフリーゲームを開いたけどダメだった。多分 YouTube もこれ音出ねえぞ今日。ちょ、サンプル動画見てもええ？予期せぬハプニングはありましたが、概ね予定通りですね。先輩、準備はできましたか？ふぅ。では、トレーニング開始です。それでは、こちらのメガホンをお持ちください。はい。全力で頑張りますので、応援お願いします。うん。マスター。マスター。私はどこを鍛えればいいでしょう。鍛える場所、平行感覚、敏捷性。まず平行感覚を鍛えるのですね。うん、わかります。バランスとても大事です。あ、大丈夫か。具体的にどうバランス感覚を鍛えるのでしょう。お待たせしました先輩。これ何してんの？ Google の社員みたいになってる。先輩、この人いかがですか？何してんの？どんな格好なんこの子。なんか BGM も盛り上がってきたぞ。そんなに見ないでください。ちゃんと見ないとトレーニングなんだから。あ、近づいてきた。なんでもない訓練なのに、なぜかとても緊張します。ああプレイ範囲の外でなんか変なの出てきた。あの先輩、このトレーニングは本当に効果があるのでしょうか？という話でした。ちゃんと音出るな。じゃあこのフリーゲームが音ねえんかも。音出るんだ。じゃあやっていくか、告白タイムリーパー。
では、まず一本目。告白タイムリーパー。スタートでーす。気がつくと、僕はまた1ヶ月前の世界に戻っていた。どうやら、またタイムリープしてしまったらしい。次こそは成功させる、なんとしてでも。そう決意して、僕はまた行動を開始した。いつもと変わらない放課後、みんなが帰った後の閑散とした教室。この子は、指が綺麗だ。僕は今、ここで運命の瞬間を迎えようとしている。そう、告白タイムだ。僕は目の前にいる彼女、サイン・トモハから今まさに告白されようとしていた。カイ君、私、その、トモハ。来る。ごくりと唾を飲み込む音がした。これからどういう展開になるのか分かっているのに、それでも緊張してしまう。そう、分かっているのにだ。私、カイ君のことが。この日をずっと待っていた。何度も繰り返してきたこの日を。僕はこの瞬間のために長い長い旅、タイムリープを繰り返してきたのだ。なんやろ、あれか、ドキドキプロポーズ大作戦みたいな感じか。1ヶ月前からこの日のためにいろいろな働きかけをしてきた。彼女と出会う回数や話す内容を調整したり、友達を捕まえて彼女についての情報を調べたり、とにかくたくさんのことをやった。そうなんや。すべてはこの先の未来で待ち受ける結末を変えるため、運命を僕自身の手で切り開くためだ。カイ君のことが好きです。私と付き合っていただけませんか？調べ回って調べ回ったのに告白は女にさせる、そんな男です、カイ君。この後の僕の一言で、それで全てが決まる。静かに目をつむり、気持ちを落ち着かせるように深呼吸をする。そして、僕はまっすぐに彼女を見つめていった。え？はい。僕もトモハさんのことが好きです。だからこれからよろしくね。真剣な眼差しを向けてそう言うと、彼女の表情がパーッと明るくなった。教室の窓から差すオレンジの光が彼女の笑顔をきらびやかに照らす。うん、こちらこそよろしくね、カイ君。俺らはどうなんやこれ。僕の運命はこの日を境目に変わる。何度も繰り返しても報われないバッドエンドの輪廻から抜け出して幸せになる、そんな未来を僕は今この手で掴んだはずだった。ん？死ぬんか！目が覚めるとそこは真っ暗な空間だった。ん？ひんやりとした硬い床の感触から僕が今仰向けになっていることが分かった。しかしいざ起き上がろうとすると体が鉛のように重くて動かない。一体何がどうなっているんだろう。かろうじて動かせる首を回し辺りを見る。どうやらここは部屋の中らしいが、時計や棚など目につくインテリアは何もない。唯一ある窓は段ボールとガムテープで厳重に封鎖されている。光すらない異質な空間の中で、僕はただ動けずに天井を見つめることしかできずにいた。あ、やっと起きましたね。おはようございます、トモハ。ぞくりと背筋をかけるおかんが聞こえてきた声を震わす。その声、そのセリフを聞いた瞬間に僕は全てを思い出した。なんだ、カイ君ったら、また私に無断でここから抜け出そうとするんですもん。ダメですよ。目減らないんや。よくあるやつや。でも大丈夫。カイ君がこれ以上おいたしないように、今度はちゃんとあなたのこと縛っておきました。僕の視界にロープとカッターナイフを持ったトモハの、陰影が映る。途端麻痺していた神経が、蘇ったかのように全身につけられた、切り傷が痛み出す感覚に襲われた。ポタポタと彼女のカッターナイフから雫が滴っている。これは僕がかつて見た光景そのままだった。安心してください、もう逃がしたりしませんから。さあカイ君、今度こそ私のものになってください。ずっと永遠に私のものに。ああそうか、僕はまたこの未来にたどり着いてしまったのか。何度抗っても変えられない結末を前に、僕はなすすべなく立ち尽くすしかできないのか。この先に起こることを分かっていながら、それでも何もできない自分が惨めで仕方なかった。告白を断らなあかんねや。大好きですよ、カイ君。そっと目を閉じる。運命の歯車はもう止められないところまで来ていた。
でもきっと次こそは。そうして頭に鈍く広がる痛みとともに僕の意識は深い闇の中へと吸い込まれていくのだったという話や。これさ、セーブない？そう、あのさ、セーブないの困るんやけど、告白を、いや、彼女と付き合っちゃダメだ。え？友葉の表情が一変する。騒ぎ立つ白道を抑え込むように僕は細く息を吐き出した。どうして、私あなたのことがこんなに好きなのに、どうしてですか。小水に かられる彼女の前で僕は次の決断に迫られていた。すべては運命に抗うため。意を決して僕は彼女に対して力強く言い放った。え、何これ。他に好きな人がいるんだ。何ですかそれ。その瞬間、トンハーの瞳から光が消えた気がした。ゾクリと背筋をかけるオカンが無意識に膝を震わす。私、カイ君のこと大好きなのに、本気で愛してるのに、どうしてそんな自分本位な理由で私を拒絶するんですか。お前のためやね。キラリと彼女の手元が一瞬光った。またカッターナイフ出てきた。また出てきた。この時もう僕の本能は悟っていた。運命は変えられなかったのだと。カイ君が私のものにならないなら、ちょっと待って、じゃあなんてやんのが正解なんや。俺は運命を変えるぞ。そう当たりゲーや。君の本性を知っているからだ。僕は君の本性を知っている。君の趣味も性的嗜好も、君が僕を監禁して痛みつけようと目論んでいることも全部だ。僕はタイムリープの中で何度も何度も彼女に痛みつけられて、なんでこいつタイムリープしてんの。全然その説明なくない？どうやってタイムリープしてんの。告白を OK してから彼女がどういうふうに変貌するか、いや本性をあらわにするかも知っている。タイムリープによって蓄積された未来の知識、因果を変えるための推論、僕はそれを用いて未来を変える。そのためにこうしてこれまで何度もやり直してきたのだ。え？うろたえる友葉。事態を飲み込めていないのだろうが無理もない。僕はこの先に待っているバッドエンドに抗う。この終わらない悪夢を断ち切ってみせる。だからやっぱりそうだったんですね。なんや。私も全部知ってますから。え？こいつもタイムリーパーなんか。対する彼女は先ほどまでのヒステリックな表情から一変、全てを見通したかのような余裕の笑みを浮かべて僕を見つめていた。カイ君、あなたがタイムリープしてるのと同じように。え、なんでそんなみんなタイムリープすんの。まさかそんな。あ、そうな。1ヶ月前の世界に戻ってるんで、黒い光に包まれると。それで何回もそれが繰り返されるうちに分かったんで、カイ君は私から逃げるためにタイムリープしているんだってこと、そして私にはそれを追いかける力が備わっているんだってことをね。もうええよ、もうカッターナイフしか出てこやん。フリーゲーム、まあ、BGM がない時点で察するべきやったんや俺。待て、これどうなの、タイプじゃないからは。何ですかそれ。うん、これ石やん。え、あれ、え、じゃあ何正解は。え、全部ダメやん。全部選ぶと新しい選択肢が出んのか。え、待って、ちょ待ってな。ん？あれ？え？ちょ待てよ。え？ちょ、どういうことやろ？ん？あれ？ちょ待ってな。
数4種類、トゥルー1種、バッド3種。え？え、トゥルーエンドに周回要素があります。同じ選択肢を何度か選んでいると何かが変わるかも。あ、同じ選択肢を何回か選べばええの。なるほど、めんどくさ。こっちかな、どれや。下かな。え、でも気にならん？ちょっと待って、ややこん。君の本性知っている。君の本性知っている。じゃあ2本目いきまーす。本日2本目はこちらのゲーム。じゃじゃん。少女琥珀デモ。え、面白そうやんこれ。いや、 BGM がないゲームはダメやわ。もう一個用意してたやつも BGM なかったんでやりません。青とね、ちょっと下げてる下げてる今。なんかいい雰囲気やんな。よし、少女琥珀デモ、初めからスタートです。取り込み範囲が若干おかしい？そんなことないか。こんなもんやな。目の前に大きな川がある。目の前に大きな川がある。うん、文字ちっちゃいよな。ちょっと待ってな。どうも、配信14年目です。目の前に大きな川がある。川向こうには明かりのついたビルがあって、とてもきらびやかだ。でもなぜか自分のいる崖は真っ暗で何も見えない。ただ大きくて黒い川に隔てられている。川向こうにはたくさんの人がいて、光の中で生きているのに、自分がいる場所からは近くに人がいるのかさえ定かではなく、とてもじゃないが、どこに行けばいいのかなんてわからない。この川はとても大きいから、声を出しても向こうが岸の人にはきっと届かないし、あの明かりの下に行きたくても、この川を泳いで渡ろうとしたらきっと自分はずぶ濡れになってしまうだろう。もともとあの明かりの下にいた人もいるはずなのに、自分が照らされるためにはずぶ濡れにならなければいけないのはなんだかとても不公平だと思った。向こう側に行きたかったらって話？だから自分で灯すことにしたんだ。この真っ暗な岸を歩くための自分だけの明かりを。迷うことのないように、ほんの少しの光でもいいから道しるべを。取り立て屋。いつからか俺もそう呼ばれるようになっていた。ちょっと怪しいな。こういう点々点から始まるのちょっと怪しいな。いつ誰が呼び始めたのかは定かではない。だが理由ははっきりしている。なぜかって、それは文字通り取り立てるからだ。なや取り立てるって。すまん、今週はマシキエきつくて。牛島くんの世界みたいな感じになってんな。それはお前の事情で俺には関係ないだろうが。そんなこと言われても無理なもんは無理。別に現金がないならそれ相応のものでもいいんだぞ。良さそうなスニーカー履いてるじゃないか。あと
お前って唇柔らかいんやな。やめろ、これはプレミア品で。だったら売ったら少しは金になるか。何を取り立てるってもちろん金だ。そしてもちろん他人に貸しているからだ。別に悪意があって他人を追い詰めてるわけじゃない。貸した以上は返してもらう。それだけの簡単な話だ。利子をつけてるわけでもなければ暴力に訴えるわけでもない。え、利子つけてないの？ただ少し顔がこわもてで他人より金勘定に細かいだけだ。それだけの理由で俺のことを怖がってるやつが取り立て屋なんてあだ名を裏で流行らせた。よう、こんなやつから金借りるな。頼むよ、このスニーカーマジで気に入ってんだ。俺から金を借りてる同級生のスニーカーには汚れ一つない。大事に履いているし、だからこそその状態で売ればそこそこ値段がつくのではないかと思った。じゃあ1週間だけ待ってやる。それ以上経ったらそのスニーカー売ってもらうぞ。すまん、豪徳寺。ちょっと待て、ありえない名字してる。ちょっと待てよ、豪徳寺、豪徳寺、それは俺の名字だ。フルネームは豪徳寺高安。高いんか安いんかよくわからんタイプのやつや。高安くんか。この坊さんみたいなごつい名前も俺の枠印象を助長しているのだと思う。豪徳寺はちょっと怖いな。俺だって積極的に他人に嫌われたくてこんなことをやってるわけじゃない。理由は一つしかない。それがルールだからだ。貸したものは返してもらう。だから借りたものは返さなければいけないだろう。別に取り立て屋要素ないな。いつも貸してばかりの俺もたまには人に借りることがある。別に金ではないけど、体調を崩した時にバイトを代わってもらったり買い出しに行ってもらったり。つい2週間ほど前に俺は久しぶりに他人に借りを作ってしまった。10年ぶりくらいにインフルエンザにかかってしまった俺は、大学の同期のユキヤトールという男にいろいろと手伝ってもらった。うん。取り立て屋なんて呼ばれて大学内で怖がられている俺が頼れる人間はそう多くはない。まあ顔が怖いんやろな、取り立て屋さん見た、あの人ってスキンヘッドにさ、額とかに傷が入ってる、そんなタイプの人間なんや。よほど怖いもの知らずか、どう起こしたお人よしのみか。ユキヤトールという男は後者の方だ、お人よしなんだ。だから俺は困っている。あ、これユキヤくん。なあユキヤ、いい加減俺に借りを返させてくれよ。そんなこと言われてもな、別に僕は高安に何も貸していないし困ってもいないし。いや、この俺がお前が倒れた時にさ、他の予定キャンセルしてまで俺を助けてくれたやんか。少なくとも金額にしたら2万以上にはなるって。あれ、金で解決させてくれるならさせてくれ。何言ってるんだよ高安、そんなの人として当たり前だろ。当たり前？そうだろうか。お人よしほどそういう風に言う。俺から言わせれば自分のルールが通用しなくて困るのだが、それに人にとっての当たり前は千差万別だ。当たり前に人を助けるやつもいれば、当たり前に騙すやつ、当たり前に傷つけるやつもいる。ああ、僕は一番最初の前者です。そんなのは育ってきた環境を見ている範囲、そういう諸々が作り上げた思い込みでしかない。お人よしほどそんな風に自分の思い込みを信じて、そして騙されたりひどい目に遭わされたりするんだ。それが当たり前だとか自業自得だとかそんなことも思わないが、うん、まあ貸したら返してもらう、借りたら返す、それだけだ。当たり前でも何かお返しをしたいんだ。それも人として当たり前だろ。まあでもいい友人関係かもね。お前か堅苦しいなって思うけど、ここは一つお人よしのルールに乗っかってやる。うん、人から何かを借りているという状況は何か落ち着かない。めんどくさいやつやな、豪円寺。豪円寺じゃねえわ、何だっけ、豪徳寺か。だから俺はこの状況を終わらせるために手段を選ばない。ああそういえばお前に頼むか、なんかあるのか。ああ少しめんどくさいことかもしれないけど、そういうことこそ俺に頼んでよ。そうか、わかった。なんていうかペットの世話みたいな感じなんだが、来週から夏休みだろ。うん、2週間ほど海外旅行に行くんだが、その間たまに様子を見に行ってほしいんだ。へえ、俺にうってつけじゃないか。うん、高安は義理がたいしいいかもな。よし、任された。それでこの間の借りはチャラだな。そんなもんもともとないけどな。うん、高安は俺の名前やった。きっかけは貸し借り、トールくんな。あいつは俺にとって命より大事なルールを守るためにユキヤからの頼まれ事をこなすためだ。ペットってなんなんやろな、なんか問題があるんちゃう。8月1日、1週間後、
俺は渡されたメモを頼りにユキヤの家に来ていた。両親は海外赴任でいないらしく、家に世話をしてほしい生き物が住んでいるという。人間なんじゃね、女の子の。たまに様子を見るだけでいいって言われたけど、2週間、そんな長期間自給自足できるペットなんているのか。にわかには信じがたかった。というかペットとも断言していなかった気がする。一体何がいるのだろう。よし、俺は覚悟を決めて渡された家の鍵を刺した。カチャ。ここで躊躇していても意味がない。俺はドア開け室内に入った。この左側の部屋か。あ、なんだこれ。見るとドアの横には大量のデリバリーピザの段ボール箱が投げ捨てられてある。この部屋だけ一見して清潔感のある家なのに、なぜかこの一部分だけがゴミ屋敷のようだ。俺の部屋や。俺んち別にそんな言うほど散らかってる。まあ普通ぐらいやけど、俺の部屋だけ異常に散らかってる。その生き物ってピザ食うのか。考えても仕方ない。俺は覚悟を決めてドアを開ける。ん、ガチャ。誰。ドアの中に生き物はいた。実際窓際に部屋の一部のように装飾品のような美しさ。午後の光を受けながら、少女は、少女、女性だ。何歳というか人間がいた。お前こそ誰だ。いきなり部屋に入ってきて失礼ね。お前の部屋なのか。若いなこれ。お前って呼ばないで。名前知らないし。琥珀、ユキヤ、琥珀よ。ユキヤ、あ、家族、妹。家の中にいるのだ。それは家族かなんかだろう。お兄ちゃんの知り合い。妹なん。え、家族で海外旅行行くみたいなこと言わんだっけ。なんで妹置いてってんの。少女、琥珀はゆっくり微笑んだ。よろしくね、世話人さん。これが事の顛末。俺が琥珀と会った日、友達の妹。いや、そういうのあかんて。なんてことのない貸し借りの話から、この部屋の中でだけ生きる少女と出会い話すことになった。この部屋の中から出会うのか。なんだ、配信者とか。琥珀の世話するってどういうことなんだ。お兄ちゃんから聞いてないの。ペットみたいなもんだからって言ってたよ。ペット、ふふ、確かにそうかもね。人間だろ。私いわゆる引きこもりなの。お兄ちゃんひどない。あいつはもう人間じゃない、ペットみたいなもんだから。そんな風に扱われるの。学校に行っていないし、この部屋からも出ないし。なるほど。つまり彼女には生活能力がないのだろう。別に生活能力なくても学校は行くんちゃう。自分が旅行中に餓死でもしないか心配ということだ。ああ、なるほど。自分がそのお兄ちゃんが旅行に行ってか、お父さんお母さんは海外で仕事してるから、自分が旅行に行くと妹が一人になるから、ちょっとたまに様子見立ってくれやん、死んでるとあかんでってことか。なるほどね。それならそうと言ってくれればいいのに。ただデリケートな他人の家庭事情だ。俺がどういうこう言うことでもないし、話したくないこともあるんだろう。しかし確かにこれは大して世話の必要のないペットといえばそうかもしれない。分かった。悪いがユキヤとの約束だから、今日から毎日様子を見に来るぞ。毎日。あなた名前は。俺、高安。豪徳寺高安。豪徳寺高安。うん、ごっつい名前。バカにすんな。してないわよ、いい名前ね。そうか。なめられなさそうで羨ましいわ。豪徳寺高安、確かになめられなさそう。やっぱ名前って大事やな。俺ピカチュウくんとかおったら多分バカにしちゃうもん。顔も怖いしね。やっぱ怖いんだ。遠慮しないな。お前って呼ばないで。なんでお前って呼ばれることにそんな嫌悪感を示すんだ。私自分の名前好きだから。琥珀、性格いいなお前。もちろん皮肉だ。そうなのよ。琥珀はクックと喉を鳴らす。こいつが性格いいなら世界の大多数の人間は成人と呼ばれるだろう。うん、いきなりさ、部屋に知らない男が入ってきたら嫌だし怖くないか。
そうね。その割に物おじげしてないな。引きこもりをやってると人間のメンタリティとは思い難い。だって他人って元から怖いものでしょ。怖くないとすればそれは真剣に向き合っていないだけよ。あー、それに怖いけれど退屈すぎるよりはいいわ。確かにな、お前ら俺がさゲームしてて怖いとか言ってんのさ、わからんとか言うけど、お前ら真剣に向き合ってねえやろな、ゲームとかと。俺はだから怖いんやろな。退屈？退屈すぎると死ぬことばかり考えてしまうから。死ぬ？目の前の少女が何を話し始めたのかが理解できなかった。やばい、私死ぬって言ってんの、メンヘラが。外に出れないのは病気とかだから。うん、まさか体は健康よ。心はわからないけど。じゃあなんで死ぬこと考えるの？お前ら家に引きこもりすぎて死ぬこと考えたらダメだよ。俺はこの質問をするべきではなかったかもしれない。うん、世の中には首を突っ込まない方がいいことがいくつもある。社会の裏側だったり、歪んだ人間関係、他人の家庭事情、そして他人が持つルールのその深い部分。楽に過ごしていくのなら触れるべきではないし、触れられるべきでもない。琥珀からは俺と同じかそれ以上の頑固さを持つルールに従って生きてる気配がした。でも引きこもりはなんかルールとかうるさそう。俺もそやもん、引きこもりっていうか外出ない。無職とかめっちゃルールに厳しそう。社会のルール、常識、規範なんかより大事なものを自分の中に持つ。そう、俺も真っ先にノックしろよみたいなのが出てきた。俺家族に常に言ってるもん。別に僕普段はホワホワみたいなさ、カービィみたいな存在やけどさ、家族にこっち側に来るなって言うとるやろって俺の部屋に来るなって言うもん。これ俺のルールな。うん、同類なのだ。社会のルール、常識、規範なんかより大事なものを自分の中に持つ。世界でたった一人、自分だけで自分を完結しようと決めている人物。死ぬからよ、いつか。琥珀は 目を伏せる。理由なんて、死ぬからよ、いつか。理由なんてないのよ。いつか死ぬからそれのことを考えてしまうって話？理由なんてない。法則があるだけだから。この世界に断りはあるかもしれないけど、言うはないのよ。お前、なんか、アニメ見たやろ。アニメの影響を受けてる。俺大学生で妹ってことは、お前は中学生か高校生ぐらいやんな。なんかのアニメ見たな、これ。これはきっと人間が勝手に見出しているものだから。彼女のルールはどのようなものなのだろう。うん。自分ルールある、お前ら。何のためのルールか。毎日を平穏に過ごすためだ。悩まないためだ。苦しまないためだ。貸し借り、それが俺のルールならば、貸しも借りもないこの少女の内面に踏み込むべきじゃない。あなたわかる？私が死ぬ理由なんだろう。死ぬ理由はわかんねえけど、俺は目が離せなかった。単なる仮の生産のはずだった俺のルールは絶対だ。昨日も今日も明後日もこのルールに従ってさえいれば大丈夫だ。大丈夫なはずなんだ。で、ルールに従うと、俺、あれなんやって、ルールを決める人間ってあるんやけど、いろいろ。こう悪いことはしやんとか、いろいろ俺もあんねやけどさ、ルールが。それを守ってると、そういうの守ってるから、俺は人間としてちゃんとやっていけるっていう、そういう風になるのよな。自信がないやつほどルール決めるんかもそれって考えると。そう。まあ、そのルールに従ってるから、俺は大丈夫みたいな。悪いことはしやんって何って。なんかそういうのが自分の自信になんねん。自信かやん俺。めんどくさーって。だから自分は曲げやんねん俺。翌日、長期休暇はどこか落ち着かない。夕方のバイトのシフトまでは手持ち無沙汰だ。もちろん琥珀の様子を見に行くのもあるが、毎日なんか俺なんか未成年飲酒人になってるわけやな。うん、こういう時間にやっておくことがあったな。コアパートの前、これ何？フルアパートの前、ここの中庭にあいつはいる。にゃーん、猫か。猫に餌やりすんのが俺趣味な。にゃーん、相変わらずにぎやかだ。
なにゃー。人の声が混じって聞こえてきた。にゃーん。何が目的にゃーん。なんだ。は？にゃーん。な、なに？パパ活女子や。餌かにゃー。にゃーん。女性が猫と会話してる。お前らはいつもそうにゃにゃー。自分のことしか考えてないにゃー。なんとなく成立した風になっている。やばい女や、不思議ちゃん。これ私が猫と喋ってんの誰か見かけて、私不思議ちゃんなのみたいな女来た。おい、にゃ、金返せ。俺はわざと眉間にシワを寄せながらすごんでみる。なんだ、豪徳寺君か。あ、なんや、同級生かこいつ。なんだじゃない、金返せ。ごめん、謝らなくていいから金返せ。返せないから謝ってんじゃん。返しても謝れ。じゃあ別のもんで払ってもらおうか。思い出した、俺なんでこのゲームさお気に入りに入れてんのかと思ったら、サムネイルにこいつがおったからや。これや、俺この女に会いたくてこのゲームしてたんや。そやった。人から金を借りているというのに悪びれもせず延滞するこいつは、カンバラ、ネル、ネルちゃんっていうの？へえ、寝てそう。大学の同級生だ。大学生よ。許してよ。お面のポーズをしながら懇願してくるが、こいつに誠意なんてもんはない。全額返せなくてもいいから、今持ってる分だけでも返せ。いいけど期待しないでね。カンバラは財布を渡してくる。うん、いくら入ってんだ。借金が6桁まで滞ってるのはこいつだけだ。1、10、100、1000、万、10、10万、20万、30万とか借りてんの？ホストにはまって。どうせ大した額は持ち合わせていないのは分かっているので、最近はこうやってちまちま回収している。128円。さっき猫の餌買ってきたら手持ちのお金それだけになっちゃった。わっ、せっかくアルバイトしてお金もらった、パパ活していっぱいお金あったのに、猫の餌買ってある128円だけになっちゃった。アホなんや。何やってんだよバカが。バカだよ。かわいい。カンバラはベロを出して煽り返してくる。だってさ、猫もお腹すくでしょ。うん、俺も金返してほしいと思ってるよ。だからつい買ってあげちゃうんだよね。カンバラは猫の餌やりを再開した。けど猫って嫌い。何この女。何は？俺が猫を睨みつけると怯えたのか、猫は逃げ去っていく。だってすぐどっか行っちゃうんだもん。ああ、なるほどね。カンバラはそう言って寂しそうな表情をする。かまってちゃんなんや。私もお腹すくんだよね。でも財布の中128円しかないし。おごれって言うのか。豪徳寺くん、いや、お金貸して。あ、なんかもう一緒に食事すらしてくれやんねや。こんな感じでカンバラのところにお金を回収しに行くと、なぜかまた貸している額が増えるのである。クソやん、なんで俺金貸すの。うん、あいつ反省しねえからクソだ。それどころか喜んでいる節があるようにさえ感じられる。正直今まで出会ってこなかったタイプだから困ってはいる。え、このゲームってさ、ちょっと待ってな、このゲームってひょっとしてさ、ギャルゲー？あ、セーブできる。ちょっと待てよ、このゲームってギャルゲー？違うみたい。一本道か。あんまり手荒な手段を取って逃げられても困る。金貸すだけのゲームじゃんて。邪魔するよって。まあ、こういう感じでルーチンでいろんな女の子に会ってくんやな、俺は。え？体験版これ？違うよね。あら、おはよう、高安。ユキヤの妹ということは、一応俺より年下であることは間違いないが、彼女は気兼ねなく呼び捨てにしてきた。どう、調子は？そうね。琥珀は昨日と変わらない姿勢でポテチを食べている。これ、デモってゲーム。まあ悪くないわ、退屈で。退屈だろうな。部屋にはあまり暇つぶしできそうなものは置いていない。強いて言えばテレビがあるが、今は電源がついていない。引きこもってるとは思えないほど
娯楽に乏しい部屋だ。昨日退屈は嫌だって言ってなかったか？退屈すぎるのはね。じゃあどうしてこんな部屋に引きこもってんだ？別に死ぬことについて考えるのも嫌いじゃないからよ。なんでそんなこと考えんやろ。死ぬことばかり考えるからと言っていた。だとするなら部屋の外に出るべきなのだ。うん。だけど彼女はこの部屋から出ないという。なあ、俺のマウス直してくれやん誰かこれ。なあ、俺のマウスがなんかポインターなんかおかしなってんねやけど。それと楽だから。琥珀は自嘲気味に笑った。楽だから。多分これが本音なんだろう。嫌なことと楽なことがあったら、嫌なことがそんなに嫌じゃなければ楽でいようとするものでしょ。はい。さも全ての人間がそうであるかのように琥珀は言い切る。ちょっと 俺の理解力が足りやんのか。何言うてるかわからん。うん。高安こそこんなつまらない部屋来なくていいのよ。どうせ私が飢えて死ぬことなんてないのだし。あー、でピザを注文してんのか。引きこもっていいご身分やな。今時インターネットさえあれば飢えることはない。ユキヤがお金を渡してあるとも言ってたし。ユキヤとの約束だからちゃんと来ないと。律儀なのね。律儀というか、まあお前がそのお前って呼ばないでよ。琥珀がこの部屋に引きこもってる理由と多分同じだよ。ん？琥珀は興味深そうに目を細めた。教えるべきじゃない。踏み込むべきじゃ なければ踏み込ませるべきがあるはずもない。なんか俺がそのさ、貸し借りに関するルールにこだわんのもちゃんと意味があるんかもな。誰にも触れられてはいけないからこそ絶対のルールなのだ。貸したものは回収する、借りたものは返す、それだけは絶対に守らなきゃいけないんだ。俺は話していた。めんどくさいな。どうして話してしまったのかわからない。まあなあなあすぎんのも嫌やけど、これは他人にとっては意味のない自分ルールでしかない。理解されるはずもない。理解されないことを承知して守っているのだ。高安は信じられていないのね。うん。何を？確かに私と同じかもね。琥珀は俺の問いには答えず微笑んだ。なんか美しいとか言っちゃってるけど俺大丈夫かな、この子のこと。騒がしく賑やかなばかりのカラフルな灰色の世界より、この部屋に差し込む琥珀色の日差しが綺麗だと思った。これあげる。なんだ。琥珀はソファーの横に積んである段ボールからコーラのペットボトルを取り出して俺に差し出した。こいつコーラにポテチ食べてんのか。手に取ると常温だった。あ、俺と一緒や。琥珀も一本取り出してプシュッと蓋を開ける。乾杯しましょう。わかった。私の部屋にあるコーラも常温です。うん。ペットボトルをぶつけ合うとポテンと情けない音が鳴る。一口飲むと常温なせいで普段より甘ったるく感じる。みんな今な、ちょっと信じられやん出来事が起こった。これをみんなに教えていいんだろうか。あのね、ペットボトルのコーラを開けて飲もうとしたいんよ。で飲んで置いたいんよ。そしたら隣にすでに飲みかけのコーラ置いてあった。今驚愕した俺。コーラ開けてさ、飲んでさ、そんで横見たらさ、開けてあるコーラ置いてあった。やらかしちゃった。さてさて、これもどうぞ。ゴミ屋敷じゃん。うん。琥珀と同じような部屋住んでる。ポテチを俺に差し出す。ありがとう。一枚食べるとそれ、これは普通に美味しい。私の退屈の味を分かち合った感想はどう？コーラは冷やした方が美味しいと思う。クキクキ。琥珀は唇をゆがせて笑った。ちょっと待って、どんな笑い？引きこもっておかしいんや。だから冷やさないの。別にコーラを一番美味しく飲まない人がいてもいいでしょ。うん。なんか価値観のゲームやなこれは。私たちって多分そんな人間なのよ。わかるようなわからないような。だけど俺はこの連帯に悪い気はしなかった。きっと良くはない。こんなものを分かち合っても意味はない。
だからこそ悪くないとも思った。引きこもりって頭おかしいの？まあ引きこもりってさ、わかるけどさ、なんかその世間一般の幸せとかすごいものとかいいものみたいなさ、評価されてるものにあまり興味がないの。俺は少なくてもそうやな。夕方からのバイトをこなして家に帰るとすぐに眠りについて翌日、まあ、逆張りが多いってことやな。今日の予定も昨日と変わらない。散歩ついでにユキヤの家まで歩いていこう。そう、興味あるでしょって言うけど興味もないのよ。興味を持つと自我が崩壊する可能性があるからかもしれんけどな。それは興味ないの。なんだか琥珀の様子を見に行くことが心なしか楽しみになっている自分がいた。だって興味を持つやろ。例えば引きこもりがさ、世の中のなんか幸せと思われることな。例えばお前デートするだとか、高級車に乗るとか、すごい家に建てるとかさ、なんかいろんなそういうさ夢があるやん。普通のそういうものからさ遠ざかった方がええのよ俺たちは。だってそんなの手に入らんし、結婚だとかな、そう、そういうものに興味を持たない。持つとおかしくなるから、それが引きこもりの差がよな。なんだか琥珀の様子を見に行くことが心なしか楽しみになっている自分がいた。あんまり良くないことだと思った。俺はただ雪屋への借りを返しているだけ。それだけでなければいけないのに。好きになってねえけど俺、友達の妹。あ、豪徳寺君。お、なんだっけお前、カンバルか。ゲートはなんだね。素直な感想だが、これでも昔は北小の土の子と呼ばれていたんだよ。私のような希少生物に会えて嬉しくないの？嬉しくはないな。北小の土の子って呼ばれてたんこいつ。ていうか何なんだそのあだ名。小学校の頃3ヶ月に1回しか登校しなかったからそう呼ばれた。普通の陰口じゃないですか。レアだ。すごいな、3ヶ月に1回通えるだけですごいと思うけど。なんか1週間とか休んじゃうと行きづらいとか、2日行ってなくて行きづらいみたいなのあるけど、3ヶ月に1回はもう逆になんかちょっと行ってみようかなみたいになるんかな。不登校か。お前も不登校も？そもももももも？カンバルがなんか軌道を選んで俺を天殴りする。テチテチ。日本の未来が心配だ。豪徳寺くんってさ、豪徳寺くんってさ、顔は怖いけど結構ノリいいよね。まあ普通の大学生なんやろな。お前も俺の顔怖いと思うか？まあ普通に。おかしいな、怖がってないからお金を返さないんだと思っていたんだが。じゃあ俺の顔を見てお金を返したいって思わないの？か、返したいとは思ってるよ。ただ返せないだけで。でもお金貯まったと思ったら大体始まるんだよね。何が？ソシャゲのイベントガチャ。あーもう そういう風になってんねや今の子は。金借りてソシャゲとか回したりすんのかな。へへ。でも確かに豪徳寺くんの顔は怖いけどさ。だろ？豪徳寺くんは怖くないから。だって優しいって知ってるんだもん。俺が優しい？うん、だって普通なら私にお金なんて貸さないでしょ。そうだね。俺が大学で取り立て屋なんて揶揄されてるのと同じように、神原にもあまりいい噂はない。同級生だから借金を6桁円滞納していれば当たり前だと思うが、こいつも変なやつなんだ。うん、こいつが金貸してって言って金貸して取り立て屋って呼ばれてんだったらクソ迷惑やな。地雷系のファッションと相まって男女関係の噂だとか、あとやっぱり借りたもん返さないだとか、そんな噂が流れてて腫れ物扱いだ。俺とこいつは何、付き合ってるって思われてんの？豪徳寺くんはなんで私にお金貸してくれるの？それはそういうルールだからだよ。ちゃんとあるんや、やっぱり金を貸さなきゃいけないルールみたいなのが俺の中に。借りたいやつがいたら貸す、そしていつかは必ず回収する。うん、お前が俺の目の前から消え去らないところだけは評価してる。
消えないよ。だってお金借りてるし、偉いね。大学も一緒だしな。いつか必ず回収するからな。払いきれなかったら一生一生、えへへ。好きなんや俺のこと。急にテレテレし始めたが、何を勘違いしてるんだか。金返さんだら一生俺と繋がれると思ってんのか。どうせ金ないんだろ。うん、あの明日給料日。神原は俺から金を借りる以外にも普通にバイトしてる。偉いね。じゃあまた近いうちに回収に行く。うん、絶対来てね。お前こそ絶対返せよ。じゃあね。ほら、金借りて返してほしいってのに会いたがってんねや。邪魔するよ。琥珀ちゃん、おはよう。高安、調子はどう？琥珀は考え込むように一泊開ける。まるでこの部屋だけ外の世界とは時間の流れが違うようだ。悪くはないわ、退屈で。そういえばちゃんとご飯食べてるのか。いつもピザばかりだと。お兄ちゃんみたいなこと言わないでよ高安。私みたいな引きこもりがこの部屋の中で栄養失調になったとしても自己責任じゃない。まあそうなんやろな。世の中には他者が他者にかける責任っていうものがあるんだよ。それが貸し借りのルール。自己責任なんて冗談よ。だって責任なんてないもの、引きこもっていることに。生きとし生けるものすべてに。何出してんだこいつ。ピザの話をしたらピザが食べたくなってきたわね。お前昨日もピザじゃなかった、一昨日か。琥珀は俺の足元を指さした。なんだ。そこには画面の割れたスマホが転がっている。あれか。一人の時にあーとか言ってソシャゲのガチャでさ回しまくって、好みのさあのアイテムがキャラクターが手に入らなくてスマホ地面に叩きつけて割ってんやろな。やべえやつだ。ああスマホか。近くで見ると結構古びていた。ありがとう。やけに古いね。 5,6 年くらい前に流通していたものに見える。俺が中学生くらいだった頃か。うん、もうずっとこれしか使ってないわ。使いにくくないの？すげえ遅そう。遅いわね。 SNS とかまともに使えなくないか。だからよ。ん？ SNS なんかで気安く人とつながりたくなんてないじゃない。うすうす思ってたがこいつひねくれてるな。引きこもりはでも SNS で人とつながるんだら暇でしょうがなくないか。まあ気持ちはわからなくはない。食べたいピザある？え、ああなんか肉乗ってるやつ。炭火焼きでいい？俺も食べていいらしい。そういえば昨日もコーラを受け取ったり地味に琥珀に菓子を作っている気がする。自分から要求したわけじゃないけど後でバランス取りが必要かもしれない。ありがとう。礼なんていいのよ。どうせ一人じゃ食べきれなくて冷めてまずくなるだけだし。ピザ好きなのか？好きじゃないの？好きじゃないのに毎日食べてるのか？食べると頭悪くなっていく感じがいいじゃない。はあ、ああでもな、確かにな、バカの味がする食べ物ってうまいからな。好きだったかしら。俺は別に普通だが。じゃあいいじゃない、 SNS の書き込みでもあるまいし。コーラうまいしな。向いてないのよ何もかも。琥珀は急にめんどくさそうな顔をした。朝起きることも仕事することも全てが向いてないのよ。あ、ピザ来た。ピザ屋にしては早い気もするが。高安お願い。俺が出るのか。玄関までだって極力行きたくないもの。ちゃんと引きこもりなんや。はいはい。誰これ。え、ドアを開けると女子高生が立っていた。あの誰ですか。女子高生は怯えた表情でこちらを見る。確かに普通だったらユキヤか琥珀どちらかが出るだろうから。ってことは何、引きこもり琥珀の友達か。俺はゴウト。ゴウト、ゴ
強盗なんですか？違う、強盗のくせになんでインターホンをしてるんですか？そや、強盗時やったな俺は。礼儀正しい強盗さんなんですか？はあ、わわわわわわ。帰るときに家の掃除とかするタイプですか？殺される泣き叫ぶ女子高生。人間パニックの時は意外と逃げるという選択肢を失うもんなんだな。俺は強盗じゃない。じゃあ何なんですか？強盗時です。ちょっといいわ、めんどくせえわ。こいつはなんやねん。もう全然、そう、お兄ちゃんの友達や。琥珀の友達なんや。うん、俺は家の中に入るように促す。本当ですか？殺さないでくださいよ。あ、琥珀生きててよかった。お前にも友達がいたんやな。女子高生は泣きながら琥珀に抱きついた。ヨシノ相変わらず騒がしいわね。強盗くじに殺されたのかと思ったよ。違わないよ。飽きてきたな。今日やばいな。どっかな。すっごい心苦しいな。めっちゃ心苦しいな。中身ない。心苦しいな。つぐしろよしのって言うんで。あ、なんか誰か来たよ。あ、ピザ屋さんや。なんか、そやな。あ、分かってんねん。この主人公がなんでそのルールに従うかとかがさ、なんかちょっとそういうあれが、理由が分からんねん。最後に明かされるんやと思うんやけど。なんで引きこもりに友達がちゃんとおんの？これ体験版でワンルートだけできるってあるけど。短編ノベルゲーム、冬にルートを追加したものをリリースする予定です。あ、そうなんだ。ちゃんと完結すんにゃ。え、デモって何？タイトルね。
ゲーム名でしょ、でもって。なんか申し訳なかったです、僕の実力が足りないばっかりに。さて僕の実力では実況できませんでした、申し訳ないです。僕の実力不足です、これは。さてと、トラックでも行きますか。ちょっと枠変えてにしよっかな。なんか別のことするか。面白くする能力なくなった。いや、あのちょっとなんか俺の知らん素材やった。フリゲじゃ満足できないよ。そうだよね、飽きるの早すぎだよ。だから面白いねえかな。え、ごめんなさい、ちょっと待って、俺用があるんだ。面白さ、ちょ、ごめん、これちょっと俺ちょっと申し訳ないでさ、本当に一回枠変えていい、ごめん。ごめん、ちょっと一回は変えます。申し訳ないです。すいません。失礼します。